はい、海ちゃんお誕生日おめでとうございます。ということで3月15日いよいよなりました。ということで、限定ボックス勧誘の方ね、続きやっていきたいと思います。昨日はね、144連やりまして、限定ボックスの残りなんですけども、限定 UR が1枚、 SSR が2枚、 SR が4枚、そして49枚あるというような状況です。で、ラブカストン35個ありますので、まずはね、こちらの方で勝負をして、ダメだったら Google カード買いに行きたいと思います。それでは行きましょう。単体引き7回ですね。まず1回目です。行きます。はい、まずは R ということになりました。それでは次2枚目です。おっと、SR 来ましたね。はい。ということで、2枚目は SR カードでした。こちらの絵柄になりますね。はい。よいしょ。それでは次3枚目いきます。なかなかね、難しいと思うんですけども。はい。R ですね。それでは次4枚目です。いきます。はい、 R が続いております。さあ次5枚目です。なかなかね、来ないと思うんですけどね。はい、またしても R ということで、さあ残りあと2回しかできないんですけども、はい、それでは6枚目です。いきます。はい、 R が来ました。それでは最後の1枚ですね。もうここでもし出なければ、もう今からコンビニの方に行きたいと思います。それでは7枚目いきます。よいしょ。はい、ということで、7枚引くの終わりましたけども、残念ながらね、限定 UR はですという状況です。それではね、なんか春のセットがちょうど今日までね、販売しましたんで、春が来たセット、そちらを使ってやっていきたいと思います。まずは、11連チケットですね。こちらから行きましょう。難しいかと思うんですけどね。では行きます。よいしょ。全部 SR ですね。やばいなぁ。まあね、限定ボックス勧誘だとこういうのがね、あるんですよね。いや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 。厳しいですね。全部 R でした。いやぁ。この場に及んで。ということで、次にですね、ラブカストをまた使っていきたいと思います。1回目です。はい、 R ですね。もう1回いきましょう。はい、 R が連続出てますね。もうというかね、もうボックス内にね、もう R しかあんまり残ってないような状況なんですよね、今。はい、それでは、あと1回ね、いけますんで行きましょう。厳しいなぁ。ということで、残念ながらね、こんな状況ですね。残り、35枚ですかね、のとこまで来たんですけども、限定 UR はですというような状況です。はい、大変空気が淀んできてますけども、ここでね、ちょっと気分転換で、こちらの方をやっていきたいと思います。海ちゃんの SSR 以上確定勧誘ということで、何かね、いいものが出てくれればと思うんですけども、いきます。よいしょ。
はい。SSR でしたね。はい。ということで、ちょっともう一回ね、コンビニ行っていきたいと思います。一旦切ります。はい。今ね、ラブカストン50完了しました。86個ね、ありますので、1回はね、11年をやって、残り36個で単体引きでいきたいと思います。で、残りの、なんですけども、こんな感じですね。まだ R が29枚ありますので、なかなか厳しいかと思います。それでは、行きましょう。まずは、1回目です。いやー、R しか出ないな、さっきから。いや。じゃあ、次2回目です。いきます。R しか出ませんね、本当に。はい。ということで、非常に悪い空気が流れてますけども、それでは3枚目です。いきます。これもあるかな？ということでした。それでは次4枚目です。いきます。はい。何枚 R が出るんでしょうか、今日は。今日は SR1 枚しか出てないんですけどね。それでは次5枚目です。いきます。いやー、R しか出ませんね。残り61ですので、あと2回引けるのかな。6枚目です。いきます。はい。またしても R ということで。それでは次、7枚目です。いきます。ということで、いやー、今日 SR1 枚しか出てないというような状況ですけども。さあ、じゃあ最後の11連いきましょう。お願いします。出ない。いやー、ということで、残りがね、15枚となりました。はい。もう本当にね、苦しい引きに今日はなってますけども、もうね、残り15枚ですので、もうここまで来たらね、最後まで行くしかないかなと思います。それではもう一回ね、11連の方行きたいと思います。もうここでね、さすがに出てほしいんですけども、お願いします。これでも出ない。 いやー、昇格 SR が1枚出ました。昇格 SR が2枚ね、出ましたけども。はい。ということで、残りね、あと6枚ということになりました。ここでね、春が来たセットの3連チケットがあるので、これを使っていきたいと思います。さあ、もうさすがにね、出てきてほしいんですけども、お願いします。いきます。やっと出ました。長かった。嬉しい。いやー、本当に厳しい戦いでしたね。いや。まあ、ほんと最後にね、やっと出てくれました。まあ、ここまでね、辛い戦いになるとはちょっと予想だにしなかったんですけどね。まあ、
本当でも出てくれて嬉しかったです。はい、ということでちょっとねカードの方見ていきましょうか。はい、こちらがね、UR カードになります。はい、スコアアップですかね、805点増えるということですので、まあゲームの方にもね実際使えそうなカードだと思います。いやこれ本当にね一生思い出に残りそうなカードになりましたね。あのスクエスアーケードの方でね確かこれ配出されてたカードだと思うんですけども、それがねスクフェスの方でも、限定カードとして登場ということだったんですが、まあ私は197枚目でやっと出たということで、まあ本当にねもうガチャ運のない男だなというふうにつくづく感じましたけども、まあ今回早い段階でね1枚 UR 出たんですけども、その後がね非常に苦労しましたね。いやー長いトンネルのR の連続して出るあのあたりは本当も精神的なダメージもでかかったですけど、まあとにかくまあ出てくれてやっとゆっくりすることができますということで、まあ明日はね、今回引いたカードこちらの方をきれいにちょっとまた紹介したいなというふうに考えております。はい、まあ散々な引きでしたけども、本当ここまでね、ご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた、次回の動画でお会いいたしましょう。それではまた。